まあ、そういった意味では、まあ、僕の作業スタイル、仕事スタイルにおいてはジェネリックのスピーカーっていうのは非常に欠かせない、スピーカーの一つだと思います。はい、作曲家の三沢康則です。これまでですね、まあ、ゲーム関係をメインに作曲をしてきました。まあ、代表作としてはクロノトリガーだとか、ゼノギアスといった、まあ、スクエア、エヌクスですね、の作品を多く手掛けてきました。で、まあ、大体27歳ぐらいの時に会社を退職しまして、それ以降プロキオンスタジオという形で、今会社を経営をしております。そこからはまあ、映画だとかアニメだとかテレビドラマとか、いろいろ、作曲をさせていただいてます。まあ、このスタジオは約8年ぐらい前に、作ったんですけれども、もともと僕すごい都内が大嫌いで人混みとかがあんまり、好きではなかったんですね。自然に、触れることのできる、環境で、まあ、作業をしたいということで、まあ、ログハウスでこういうふうに作ってみたんですけれども、あとどうしても部屋が狭いと窮屈に感じて伸び伸びと作業ができないので、できれば広いスタジオを作りたいと思いまして、こうした、ある程度広さのあるスタジオを作ろうということと、どうしても部屋が狭いとスピーカーの置く場所がですね限られてしまうので、低音が膨らんでしまったりだとか、どうしても部屋の影響を受けやすいなということで、なるべく広めのスタジオにしたいということで、こういった形にしてみました。もともと違うスピーカーを今までたくさん使ってきたんですけれども、どうやら自分の耳には同軸がすごく合うっていうことに気づいて、まあ、そこでまあ同軸のスピーカーは探していたんですけれど、いろいろなスピーカーをお借りしてですね、聞き比べたところ、ジェネリックの音にすごく、なんて言うんでしょうね、衝撃を受けて、これはこのスピーカーから鳴ってるのっていうふうな、もう自問自答して、もう何回もこういろいろなスピーカーと聞き比べてですね、もう自分が理想としていた音にすごい近かったので、ジェネリックにしようということと、フラットであることがやっぱり僕の理想の音だっていうことは認識はしていたんですけれども、正直スピーカーの特性というよりも部屋の特性の方がほぼ 70% ぐらいの確率で重要だと思ってるんですね。その残りの 30% のスピーカーのポテンシャルをいかにこう引き出していくかっていうことについてはですね、部屋なりをですね、どうしてもスピーカーっていうのは影響を受けてしまうので、そこを補正してくれる、そういった意味でサラウンドも2チャンネルも GLM っていうのは非常に画期的なシステムだなと思いましたね。例えば僕なんかはオーケストラをですねホール録音とかしたりすることが結構多いんですね。そういった意味でどうしても控室なんかにこうスピーカーを置いてそこでモニタリングをしなければいけないっていう環境になっているんですけども、そういった時に GLM を使うと、まあ、自分の部屋にいるような感覚でこう聞き比べることができるので、非常に僕にとっては安心度が高いスピーカーであるということは間違いないですね。まず低域のですね濁りがすごい少ない感じてるんです、僕自身が。というのも低音のスピード感が非常にポテンシャルが高くて、スピード感がありつつも何でしょうね、低音が濁らないんですよね。全体的な楽曲のイメージをですね損なわず、そのミックスすることもできますし、なおかつジェネリックのスピーカーを聞いてミックスの判断をした後にですね、違うスピーカーで聞いてもミックスが大きく違わない、自分がイメージしたミックスの音と大きく違わないっていうのが大きな、まあ、ジェネリック の, そのいいところであるっていうのと、あと低音がですねすっごくしっかりしているっていう面において、楽器のポジションがですねすごく把握しやすいっていうのは大きな特徴だと思います。でもう一ついいのが、リバーブの量をチェックするには非常に優れたスピーカーだなっていうふうに、思っています。まあ、そういった意味では僕の作業スタイル、
仕事スタイルにおいてはジェネリックのスピーカーっていうのは非常に欠かせない、スピーカーの一つだと思います。